嵐山駅は、京都府京都市右京区佐賀天竜寺作り寺町にある、京福電気鉄道嵐山本線の駅。駅ナンバリングは、A13。1929年から1944年に、かけては、あたこ山鉄道が、あたこ山のあたこ神社への3系路線としてこの駅から、発着していた。東端式ホーム3面3線の地上駅。一番線には校舎専用ホームもあり、 2番線に到着した電車は3番線側のホームを校舎用のホームとして利用する。3番線は北の線直行電車用として利用する以外はあまり利用されていない。1番線と2番線の間にあるホームには嵐山温泉の湯を引いた駅の足湯が設けられており、鉄道を利用する市内に関係なく利用券を購入すれば利用できる。 当駅と同じく駅構内に足湯を持つ九州旅客鉄道久、大本線湯布院駅、湯布院駅、足湯および、阪急電鉄美濃線美濃駅、もみじの足湯と姉妹提携足湯三姉妹を行っている。駅舎は3階建てで、2階3階部分が日本初の女性専用ホテル、嵐山レディースホテルとなっていたが、2002年に営業を終了し、土産物や、 漬け物や飲食店などが入った商業施設、嵐山駅半なり、ほっこりスクエアに改装され、2007年10月には、インテリアデザイナー森田康道のデザインで、全面改装された。2013年3月には再び、森田康道によるデザインで、改札口撤去、ホーム上や延長、トイレ改修などの全面改装が完成し、駅東口が作られた。また、 2013年7月にはプラットフォームを中心に着物フォレストと呼ばれる友禅を LED で透過させたアクリルポールを約600本林立させ夜は幻想的な雰囲気となった駅構内は自由に出入りできるようになりタリーズコーヒーなどのテナントも入居している構内足湯駅構内駅構内一番線校舎用ホーム横に設置された連作写真パネルランデン界隈館 嵐山も、山椒駅前の道路は、都月橋から続く嵐山のメインストリートであり、天竜寺や嵐山公園が近い。阪急電鉄嵐山駅へは、徒歩約12分、JR 佐賀嵐山駅、佐賀の観光鉄道トロッコ、佐賀駅は共に、徒歩約10分であるが、佐賀嵐山駅とトロッコ、佐賀駅については、隣のランン佐賀駅の方が近い。最寄りのバス停は、 嵐山天竜寺前である。かつては京都市営バスが嵐山天竜寺前京都バスが京福嵐山駅前とバス停名が異なっていたが、2017年3月18日のダイヤ改正時に統一された。なお、土曜日と休日は駅前の超辻通が北高一方通行となるため、一部系統が迂回を行い到底流上を経由しなくなる。 1990年頃までの停留所名は、芝ス、京都バスともに、蘭電前だった。芝ス、京都バス京福電気鉄道、嵐山本線蘭電佐賀駅、嵐山駅。ありがとうございます。